はい3303回始めます、9月3日ですね、三が多いですね、はいずっ、えー、と、えー、9月3日、9月入りましたよ、うん、あの8月も終わって残り4か月ですか、えー、今年二2024年も残り4か月、はい、えー、外は雨ですね、廃屋の周り、うん、ずっとどうだろう、私のいる宮城県南部。 まあ振り返ってみると8月に入ってからずっとなんか曇りとか雨とか多かったですね、天気悪かったです、うん、まあ暑かったですけど、基本的には暑かったですけど関東とかね関西の方に比べたら全然あの過ごしやすかったんじゃないかなと思いますよ、はいもう暑さ、まあ、日中は暑いですけど、うん、今のもう夜中になるともうだいぶね気温下がるんで過ごしやすくなってきました、まあ、廃くはねもうすぐ10月、11月ぐらいになってくると。 まあ私もね、あのこのシャツ1枚とかいう格好から、おそらく寒くなってくると思うんで、<laughs> 上着着て、ストーブ炊いてっていうね、あの <laughs> ことになると思います。はい、あの暑い時期終わりましたよ、廃翼は。はい、で、NHK スペシャル、えー、シリーズ、混迷の世紀第14回っていうことでね、うん、もう14回なんですね、長いですね、これね、今回はアメリカに焦点当たってましたね。パラレルアメリカ、うん パラレル、アメリカ銃撃事件の衝撃っていうことで、うん、分断の行方っていうことでね、あの、トランプ大統領、ね、6, 6月でしたっけ、7月だったかな、7月、うんあの、襲撃されましたね、うん、あの、演説中にね、ウ、う、ィ、ん、スコンシン州かな、うん、だったかな、確か、あの、びっくりしましたね、あの時はね、はい、本当に耳に当たってましたから、あの、トランプの。<laughs> 命拾いっていうかねあの本当にねもし当たりどころ悪かったらね世界の歴史が変わってたっていうような状況だったと思いますよ。で、うん、あのー、もうね2024年ね今日に至る前からもうアメリカおよび世界中でね分断あの格差とかね、うん、あとまあ保守とリベラルの対立とか、あのー、社会的分断っていうのがね男と女とかね、うん、社会的分断っていうのが起きてるんですけど。 うとまあアメリカ国内の,、うん、その分断の行方っていうか、うん、焦点当ててましたね共和党大会の最終日、えー、7月18日ですね今年のウィ,スウィスコンシン州、うん、銃撃事件以降もトランプ氏は、えー、支持者の前に姿を現し健、えー、在をアピールしていると、うん、で勝利を確信する支持者たちということでね まあ、アメリカ大統領選もう終盤入ってきましたねあとテレビ討論1回あるのか2回あるのかわからないですけど、うん、テレビ討論あってスーパーチューズデーあってね、あのー、最終盤に入っていく11月には決まるということでね、大統領選でまあまたね、うん、今回もですけどあのぎりぎりの、うん、開票日当日にはわからないんじゃないかってねまた開票 始まっっててかかからら何日か経ってからの、うん、当選確実当選が確定するんじゃないかというような僅差になると思いますよ、今回もね。はい、トランプ氏が大統領に選ばれてからこの8年、ね、前回の、うんまあ、今、バイデンですけどその前、トランプですから、ね、そのトランプが大統領に選ばれてからこの8年ですね、うん、繰り返し分断が指摘されてきたアメリカ、うん、アメリカの若者の間に保守の流れがということで、あのー、そうなんですよ。あの ね今のなんていうのかな、うん、リベラルの動きにやっぱりね反発するような動きっていうのはありますよねこれまあ私ですらそう日本ですらそうですよねあまりにも行き過ぎたねあのー、<coughs> ねえあのー、権利の主張っていうのかな、うん、多様性の主張っていうのかなあ、うん、あのー、まあ、LGBTQ の話であったりですや、うん、女性男女の、うん、あのー ののねあのー、女性は女性らしく男性は男性らしくっていう動きに反発する動きとかですさ、ねはい、まざ、あ、まな面でね分断起きてますあと経済的格差っていうのもあるし、うんね、アメリカでもねあのー、若者の間に星の流れがねはっきり見えてきたということで「ターニングポイント u s a チャーリー・カーク代表30歳」うん、この方ね取り上げられてましたね語りは上田早苗さんですね。 伝統的な家族観や愛国心に基づいた社会を築く,築くべきっていうことでね、えー、このアメリカのね30歳のチャーリー・カーク代表率いるターニングポイント USA、うん、ここには今や全米に3500を超える支部を抱えるまでに発展しているっていうことでねまあ古い伝統的な家族観 あと愛国心に基づいた社会を築くべきっていうことはまあこれはね私も日本でも思いますようんこのチャーリー・カク代表じゃないですけどね伝統的な家族観、まあ、伝統的なっていったらあれですけどまあ日本ね今もう各家族がね進むだけ進んじゃって1人暮らし世帯単身世帯が増えるだけ増えちゃってまあ今後も増えていくだろうっていう形ですけどまあ例えば一つの家にねあの子供と親と。 その親とっていうねおじいちゃんおばあちゃんが住んでっていうね3世代の家庭っていうのは本当少なくなりましたね本来ね私の子供の頃なんかそんなねあの家族間だったんですけどすっかりり変わりましたねこのの50年ぐらいではいそのやっぱりねあの3世代ぐらい3世代4世代ぐらいが一つ屋根の下に住むっていうのはやっぱりあったかいっていうかねあの落ち着きがあるっていうかねうんあの感じはしますよ、う。ん 困っった時にはやっぱりねめあの、経験豊かな、うん、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんねっおじいちゃんひおばあちゃんがいるとやっぱりね違いますよ。うんあと 愛国心に基づいいた社会を築くべきっていうことでねまあ、日本なんてもう愛国心なんて言った途端にね何なのっていう感じに見られますから、うん、何も恥ずかしいことでもね何でもないんだけどね愛国心っていうのはね自分が生まれた自分が育った、うん、地域とか土地とかね国とかを愛するっていうかね大事にその歴史観とかねあの文化とか大事にしていこうっていう思いまあ誰もはあると思うんですけどそれね日本の場合何か愛国心っていうとねどうもうん。 なんていうのかな、うん、あのー、そっち系の人間からね何か言われそうな感じはしますよね。タナ・エグロフさん21歳この方4年前からこの「ターニングポイント USA」で活動してると、うん、21歳の男の人ですね。リベラルな家庭で育つが次第に保守,し保守思想に惹かれるようになってきたと。うんね、この タナエグロフさんもこの「ターニングポイント USA」でまあ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 保守思想に惹かれるようになってきたとハーバード大学の調査では若者の民主党離れが進んでいると、うん、そうですね民主党アメリカではやっぱり民主党を支えてたのはどちらかというと若い世代ですよね、うん、新しいあの若者の権利とかね女性の権利とか多様な生き方とか多様性を尊重しようとか。 うん、そういう、ね、多文化共生とかねあの肌の色に関係なく一緒に共生していきましょうというような、うん、これまでの流れあったんですけども、うん、いや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 あまりにもそっちに触れすぎじゃないかということでね、あのー、保守の流れが今のアメリカの若者の間に、あのー、広まってきているということですね。はい ハーバード大学の調査では若者の民主党離れが進んでいると、うん、でディープステート、ね、闇の政府を解体し腐敗したワシントンから民主主義を取り戻すっていうことで、うん、あの運動ですね、うん、アメリカでは大統領が政府の要職に就く人材を指名できる制度があるということでその数なんと4000人アメリカでは大統領がね、うんけまあ、権限強いと。で 大統領が変わるともう政府の要職につく人材、まあ、指名できるんでねガラッと入れ替わるってことですねワシントンの,あのホワイトハウス内の人材とかですねあと政府の要職につく人材を大統領が指名できるんだから、うん、ガラッと変わ,変わることができるということです、まあ、日本の場合はね、あのー、総理大臣変わっても、うん、アメリカに比べると総理大臣の権限っていうのは少ないんでね うん、今、自民党の総裁選が行われてますけど次に、ね、岸田内閣の、うん、岸田総理の後誰が総理になるかわ、まあ、かんないですけど今、小泉進次郎さんなんかね有力だなんて言われてますけどまあ、どうなるかわかんないですけどあの総理大臣変わってもねあのそんなに大きくは変わらないですよ官僚の頭とかねそんな変わらないし。うん そんな権限ないし総理大臣にはただアメリカの場合は権限が強くてね政府養殖につく人材を指名できるとその数なんと4000人ということでねあのー、大統領権限の強化には懸念の声も出てるってことですね、うん、なぜトランプ会期の潮流が勢いを増しているのかねハーバード大のマイケルサンデル教授出てきましたねあのー、トランプ会期の 潮流が勢い増してるのか、うんまあ、まあまあ前回の、ね、8年前もそうですけどアメリカ社会での格差の拡大、ね、アメリカ社会での富の独占あとエリート層が労働者を見下すというような、うん、まあ見下すって言ったらあれですけどね簡単に首切ったり、ね、あの都合で、うん、いうようなことまあ昔からですけどあと二極化分断っていうことを指摘してましたねあの、まあ、いろんな面での二極化、ね、経済的格差の二極化 もあるしあと分断ね男女間の分断あとマイノリティと、うん、マジョリティの分断とかですね,、うん、ね保守層とあのリベラルの間の分断とかいろんな部分で分断社会が起きてきているという分断が起きてきているということですね。冷戦後民主党も市場を重視し、えー、経済のグローバル化を推進、ね、国内産業は衰退していったと。ね さら、えー、に格差が拡大し労働者の期待に応えられなくなるということでもともと民主党っていうのはあのーうん、なんていうんだろう労働者の味方っていうかね労働組合系って言ったらあれですけど働く者の味方の党みたいな感じだったんですけどグローバル化をどんどん推進してしまって、うん、でそれとともに、あのー、市場を重視することによって労働者 の立場っってていうのが危くなってきたとでそれとともにまあねあの経済のグローバル化に伴ってアメリカ国内産業が衰退していったとね US スティールとかねあのて古くからある鉄鋼産業とか自動車産業とかですねどんどん工場が海外に出ていってアメリカ国内はあの製造業とかねかなりあの衰退してしまいましたよね、うん、まあまあ,あのロッ古くはねロッキーとかねあのフィラデルフィアのあたりとか。 あと自動車産業の街シカゴとかですねあの辺の衰退っぷりって言ったらねもう大変ですよはいねはいうーんかつては民主党は大衆の党だったとね権力者の力を抑制するような党だったとそれが今やねあの共和党とあまりね見栄えが変わらなくなってきてると、ね、共和党も民主党も同じようなことをやってるということですねだから古くからいる民主党のあのー、支持する人たちが今 あのまあ、共和党に流れていったりまたは、うん、民主党は嫌だけど共和党も嫌だなみたいな、うん、どっちも嫌だみたいな、ね、ダブルヘイトみたいな形ダブルヘイターみたいな形になってるということで、まあ、今回のアメリカ大統領選挙もそのダブルヘイターの動きハリスも嫌だけどバイデンも嫌だみたいなね、うん、どっちも嫌だみたいな人結構いると思いますよ。うん、トランプ氏は、えー、労働者を含む多くのののアメリカ人の不満の 大弁者になっている、うん、これはそうだと思います、うん、あのー、トランプ氏ね、うん、今回の大統領選挙で、うん、労働者を含む多くのアメリカ人の不満の代弁者となっているということで特にね、あのー、白人古くからアメリカを支えてきたアメリカを支えてきた家庭の、まあ、いわゆる白人、うん、の方々、うん、以前に比べたら、まあ、貧しくなってきてる白人労働者の あの代弁者になっているととうことですねトランプ氏が大統領になってからこの8年、ね、熱狂的な支持者と反トランプ派が激しく対立し分断を深めてきたとねもうその修復がねトランプ支持者と反トランプ派の分断対立これも修復困難な状況になってきてるとグーグルやフェイスブックなどの大手プラ,プラットフォームは過激な投稿を取り締まり強化したと。でうんあの アカウントとかね、削除しましたよね、トランプ氏の、うん、そういったこともあって、はいで、2021年1月、トランプ氏の熱烈な支持者が起こした、えー、連邦議会への乱入事件ありましたね、これ2021年1月、今から3年前かな、まあ、選挙のあとだね、アメリカ大統領選、前回の、バイデン氏が勝利したと、うん、僅差で,で、その時きに不正が行われたなんとかってね、トランプが言って、まあそれに、 賛同するんじゃないけどもねトランプの熱烈な支持,支持者たちが連邦議会に、ね、乱入してアメリカであんなことが起きるとは思わなかったですね、本当に、うん。アメリカの民主主義ももう崩壊したんじゃないかっていうような感じしましたよ、あれ見たら、うん、連邦議会への乱入事件ねトランプ氏らのアカウントが削除されたとね支持者らはこれに猛反発ということでねまああのトランプも猛反発してましたねツイッターのアカウントとか削除されてましたね。うん、で 大手プラットフォームに対抗する SNS を次々に解説。ね、この3年の間にもう1つの言論空間が拡大したということ、ね、でさらに最近の純撃事件2024年、確か7月だったかなトランプさんの純撃事件、ね、以降は、まあ、英雄視されるようになっているということですねトランプさんが、はい、もはや交わることさえない。ね 別々の空間が存在するまで深まったアメリカ社会の分断ねそれは独自の経済圏を築くことになるとね動きまで突き進むということで Google ググとかフェイスブックが牛耳る、うん、大手プラットフォームね牛耳る SNS ネット空間じゃなくてねもうそれではねアカウント削除されたり、うん、するわけだから、う。ん そんなところ、なんていうのかな、ひどい話ですよね、アカウント削除されるんですから、グーグルとかフェイスブックとか、そういったところが、まあまあまあ、いや、ちょっと気に入らないから、シーソンが気に入らないからとかね、発言気に入らないからということで、アカウントを削除するわけだから、自由な言論、自由っていうのがもう保障されない社会になってしまうということで、いや、待てと、う。ん そしたら自分たちで新しい空間を作ろうじゃないかということで、ねあのー、独自の経済圏をつ、ね、築く動きにまで突き進んでいるということその1つ、ね、誕生からわずか2年のプラットフォームが急成長しているということでパ、はい、ブリックスクエア CEO のマイケル・セイファートさん 29歳ね29歳ねですよこの方ね多様性を重視するリベラルな風潮に違和感を抱く人々に新たな選択肢となるプラットフォームを提供しているということでこの2年間で急成長しているとね創業1年でたった1年で上場してましたね、うん、でこの大手マイケル・セイファートさん29歳が作るあのパブリックスクエアっていう会社ねここの会社に参加を希望する企業にはある条件を設け 設けていると一つ、えー、自由を尊び小さな政府を目指すこと二、ね、つ目中絶に反対し家族のつながりを重視すること三つ目保守的な保守の考えを持っているかを確認するということでこの三つ、ね、このパブリックスクエアに参加したいっていう企業にはこの三つを条件を求めているということでこれまあトランプさんの。 ね立場と似てるねこれはほとんどね自由を大事にしね小さな政府を目指すと、まあ、共和党系の考えて方ですよね中絶、うん、に反対家族のつながりを大事にするね古き良きアメリカの形ですよね、うん、で伝統的な保守の考えを持っているかどうかねこれをまあまあまあ参加企業にあの条件付けるということですよパブリックスクエアこの考え方まあトランプさんあるいは民主党の,、まあ、あの考え方に沿う,うような企業 の参加が目立っていいるととうことで去年7月に設立されてからこのパブリックスクエアねわずか1年でニューヨーク証券取引所に上場したとその場合には、ね、トランプさんの息子ねあのドナ,ド,ドナルド・トランプ・ジュニアもいたということですね、うん。パブリックスクエアは長い間排除されてきた人々の避難所となってるとね。私たちは、えー、パラレルエコム 私たちのパラレルエコノミーは成功するということでね今あるねあの経済社会に対抗するような対抗っていうんじゃないなあの対立するんじゃなくてねあのパラレルねあの平行してというか並存してというかいうような形であの 共存していくっていうかね、あのような形で私たちは成功するということを言ってますね。パブリックスクエアの方ね、あの代表の若い方、二十九歳の方、はい。でこの伝統な家族感っていうね、まあアメリカも日本同様今ね、あの、うん、各家族が進展してね、古き良きアメリカみたいなね、大草原の 小さななな家みたいいい形ってううのはももですよアメリカにも昔ねドラマあったけどああいうね古き良きアメリカの価値観っていうかね家族観っていうのにちょっと戻ろうじゃないかと、ね、考えだけでもすぐあの大事にしようっていうような動きが出てると、うん、多様な性の尊重を呼びかける旗が目立つようになりまあスーパーとかでねあのまあある方はね使っていたスーパーが 多様な性の尊重を呼びかける旗が目立つようになりプロパガンダや理念の押し付けがま、うん、しくなってきていると。ね、いうことでそれに反対するような形で、ね、このパブリックスクエア見つけた人っていうのはあの、うん、私も賛同するってことでね日常生活のあらゆるものをこのパブリックスクエアを通して今購入してるっていうあの方、ね、女性の方出てきましたね。うん プロパカンダや理念の押し付けねこれですよ本当にね何か日本でもそうですよね LGBTQ ねあの多様な性を尊重しない人ねあの多文化共生にね賛成しないような人まあ大きな声では言えないけど確実にいますからうんあとねまあ例えば外国人材がどん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 増えてきてると今の現状。 ね、そしてその外国人材外国出身の人があの日本でねあの同じような地域にたくさん住んで、ね、例えば犯罪を起こしたりするという時にそういったことにねいやこれどう問題なんじゃないのと、うん、いうような声ね上げにくいような感じするよね日本でもねなんか堅物、うん、というかね、うん、多様性を尊重しないっていうかね、うん、多文化共生に反対するような立場の人みたいなレッテル貼られそうで怖くて。 あの反対意見っていうのは言えないような雰囲気ありますよね。まあ、新聞にしてもメディアにしてももうとにかく多様性の尊重、ね、これから日本の場合は人材が不足していくとね働き手が不足すると、ね、人手不足になるという時に外国人材をどんどん入れていきましょうっていう今のね、まあ、岸田政権もそうだけど、うん、あの各自治体の長なんかもねそういう動きですよ。うん その中でその動きに反対するようなことを言ったりするとまあ肩身が狭くなるみたいなね、うん、理解が少ないみたいな感じで見られがちですよね日本でもね、うん。交わることのないもう一つの社会が、えー、存在し始めたアメリカね相入れない価値観を排除,排除しようとする動きも出始めるっていうことでまあね今回ね、あのー「混迷の世紀第14回パラレルアメリカ銃撃事件」 パラレルアメリカですねアメリカ銃撃事件の衝撃分断の行方はていうことでまあまあまあ、まあ、特に新しいことはかいあのなかったと思いますよ、うん、ただこの8年10年ぐらいであの、まあ、前回のオバマ政権が終わるぐらいからかなもう分断がはっきりしてきてねあの格差社会とかはっきりしてきてね多様か多様かオバマの時代は悪かったよあの人本当に何もしなかったから。うん あの私に言わせるとほとんど何もしてない、うん、放置プレイあの間にあのオバマーの8年間で中国がねモンスター化してったから、<laughs> ね、中国で、あの外交で言ったらね、何にもしなかったから、放置プレイだから、うんで、国内だって何にもしなかったようなもんですよ、あのオバマ政権は、うん、その間に、まあ、分断が、ね、進んで、格差も経済的格差も進んで、まあね、トランプの登場に相なるわけで。 まあ前回のトランプ大統領がね、あの就任してから8年、約8年ですね、今、うんあのー。まあまあまあ相変わらず分断が拡大していると経済格差も拡大していると、うん、で多様性、多様性っていう人たちの勢力も拡大しているということでね、あのー。アメリカ、いろんな面でね、分断進んでますねということでこの行方はってなってるけどまあ、どうなるかわかんないよ、これは。うん ね、でも、張りが振り切ったところじゃないですか、これから本当に緩やかにね、あの保守省強くなっていくと思いますよ、ただ今回ね、保守層あの確実にねあの、若者中心に保守的な流れっていうのは出てきますけど、今回の選挙で、ね、共和党が勝つか、うん、どうか分かんないね、これは本当に僅差ですよ、僅差、うん、本当に、はい、ということです、はい、ざっといきました、ね、混迷の世紀。 うん、今回はそんな目新しいことはなかったですけど。はい、ということですね、はい。日本よりもはっきりアメリカ社会では、うん、保守の流れっていうのがねあの顕在化してきてると。日本の場合も、まあ、明らかにね保守の流れ、うん、保守支持するような層っていうのは、ね、若者中心に出てきてますけど、あのー、今までね 簡単に言う4 5 0代以降が保守みたいな、ね、日本でもそうだったです,ですけど最近はねアメリカでも日本でも、まあ、伝統的な家族観とか価値観とかに相戻ろうとするような、あのー、保守の流れっていうのは出てきてますね日本でもはっきりしてますね、うん、若い人なんか昔はね透明、あのー、で言ったら何でしょうかあの立憲民主とかね、うん、あの維新とかね今で言ったら維新とかれいわ新選組とかそういったところを支持するような 雰囲気だったんだけど、最近のは自民党支持層もかなり出てきてますよね。うんはいということです。はい。14回まで来ました。このね、混迷の席ね。何回まで続くんでしょうか？っていうことで簡単にね。あの私見た感想感想っていうか感想でもないな。まとめみたいな話しました。終わりにしたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。